やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、やまチャンネル TV のやまけんです。本日はハードオフ16号柏湘南店さんにお伺いしました。以前撮影でお伺いしたことだいぶ前ねあるんですけど、その時はなんかレアソフトがかなりたくさんあるなっていう印象を受けました。でその後にお店の方リニューアルされたということで、今回は売り場にどんなソフトがあるのか早速店内の方見させてもらおうと思います。はい、店内入って中央にレトロゲームコーナーがありました。このショーケースとかは前回来た時なかったんじゃないかなと思います。ちなみにね、この棚の後ろ側にはあの本体が、ゲーム機本体がすごい数並んでました。ショーケースの方も本体の方もちょっと後で撮っていこうと思います。じゃあまずスーパーファミコンの箱節付きコーナーからいきます。ウルティマ4が2200円で売られてました。これね、結構箱が綺麗だったんですよ。だこれこの金額だったら全然ありなんじゃないかなと思います。でファイナルファンタジーが550円で売られてました。4がね結構高くなってきていて、だ5も時期値段上がってくんじゃないかなと思います。550円はめちゃ安かなとね。でサンサーラナーガが2200円でした。でスーパーファミコングラディウス、こちらが2750円で売られてます。でなんか懐かしのスーファミ RPG ガデリンが2200円で売られました。あのこのガデリンなんかさ懐かしいなって思う人がすごく多いんじゃないかなと思いますね。でもう一本ウルティマがあったんですけど、同じ2200円だったので、これはね箱見比べて、綺麗な方を買うのがお得かなと思います。でエルファリアが2200円、これもね箱の状態綺麗だったんですよ。といいなと思ってちょっと見てました。でサムライスピリッツの刹那死が1650円、でその横これドカポン外伝、こちらでは2200円でした。ドカポン外伝はなんか専門店だと結構高値つけてるとこなんかもあるので、欲しい人はねこのくらいの金額だったらもう全然ありじゃないかなと思います。であとちびまる子ちゃんが1650円で、これ黄色い部分、このオレンジの部分っていうのかな、だいたい色合わせしてるものが多いんですけど、このちびまる子ちゃんすごく綺麗でした。はい、でバトルサッカー、こちらが1100円で説明書なしという形になってます。でその横ね三国志2、これ説なし1100円でした。三国志2はプレステ版が結構ねレア価値が上がってるので、どうだろうな、スーファミ版いつか上がるのかなとか思いながら、見てました。でこれめちゃ安、高橋名人の大冒険島が1650円でした。説明書なしで、あとね箱がちょっとだいぶ色あせてるものだったので、その辺でだいぶ安くしてるのかなと思います。でもう一本ガデリン、これも同じく2200円だったので、これもね見比べて状態にいい方買うのがいいかなと思います。で魔法陣ぐるぐる、これね昔からこのイラスト可愛いなと思ってたんですよ。でもソフトは持ってるんですけど箱付きは買ってなくて、今回1100円だったのでこれは購入してます。でロマンシングサガが2750円でした。ロマサガも本当ね 3,4 年前だと550円とかで箱節付き売られてるのが当たり前だったんですけど、だいぶ上がってきてるなと思います。専門店だともっと高いお店なんかもあるので、ロマサガは今後上がっていくのかなって個人的には思ってます。はい、でここからは裸ソフトになります。ファミコングラディウス2が2750円、あとワイワイワールド2が1650円で売られてました。ワイワイワールド2 1650円だったら、ね、全然ありなんじゃないかなと思います。で個人的に好きな忍者くん、ね、あとはその後ろ渋いソフトね、チャックンポップなんかもありました。キングコング2とか、あとアイスクライマーも売られてます。アイスクライマーだけなんかねだいぶ汚れてました。
で、ここ見て、説明書コーナーがあったんですよ。説明書だけで売られているというもので、で、すごく状態が良かったんです、全部。で、ドラえもんとポケモン系の説明書が550円。で、それ以外のもの、まあ、遊戯王とか、あと人生劇場とかの説明書があったんですけど、それは全部110円でした。だポケモンの綺麗な説明書550円は、ね、ゲームボーイ版とあとアドバンス版とあったので、これはね、欲しい人はだいぶお得なんじゃないかなって思います。あと、忍者のホイがあって、あ、これこのポケモン銀これね、2200円だったんですよ。で、最近2200円くらいで売るお店もあるんですけど、これがね、やけに綺麗なポケモン銀で、こんだけ綺麗な状態で2200円は超お得かなって思います。で、その後ろにモグラーニャも売られてました。これはまあ箱普通かな。箱が普通で2200円という形になってます。で、その横が裸のスーファミソフト。まあ、裏にもぎっしりあるんですけど、レアタイトルで言うと、まあ、桃太郎伝説、あとはロックマン X3。で、この美女と野獣は説明書付きで売られてました。はい。でね、さらにあのファミコンの裸ソフトがあの白いケースの中に入っていたので、まあ、これざーっと取っていきます。まあ、だいたい550円が多かったかな、880円とかね。はい、サンマの名探偵。で、野球ギャンブルが多くて、このケースに入れてんのかなと思ったら、全然そんなことなくて、ね、通常のタイトル、まあ、人生劇場、コンボイの謎、この辺のソフトが売られてました。熱血格闘伝説とかね。これもね、一時期レアだったんですけど、今だいぶ値段落ち着いてます。あと、まあ、魔界村もね、箱節付きだと高いんですけど、ソフトだと結構気軽に買えるという形になってます。だゲームだけ本当やりたい人は、ソフトのみで、ね、どんどん買ってっちゃった方がお得だと思います。ナッツ&ミルク、これも箱節付きすっごい高いんですけど、ソフトのみ330円で売られてました。ナッツ&ミルクはね、これ買おうと思ってて、結局買い忘れた一本です。ね、いつもなんかこの撮影に夢中になっちゃうっていうね。で、後でこうやって見返して、あ、これ買うの忘れたってなるっていうね。はい、だグラディウスもさっき2750円でしたけど、ソフトだけだと550円で売られています。で他のまあスーファミ裸ソフトはちょっとざーっと流して撮っていきます。その間に僕はお茶を飲みます。あ、待って、ヘベレケ。そうそう、これね、ファミコン版のヘベレケだと、箱節付き3万ぐらいするんですけど、まあ、スーファミ版はそんなに高くなく買えるというものになってます。で、ここがね、セガのケースになってます。ドリキャスとセガサターン。で、ドリキャスでこんなソフトあったのかなと思って、しばらく見てたんですけど、初恋物語。まあ、ありそうっちゃありそうなんですけど、多分これ PC エンジン、CD ロムのやつだと思います。あとこれオセロゲーム、ドリキャスの。だ今だったらスマホでね、オセロぐらいだったら無料でプレイできると思うんですけど、昔はね、こうやって一個一個ゲームで買ったっていう。で、あ、これ、プロレスね、ファイプロ。初回限定版で、もしかしたら中にカードが入ってて、カードが入ってたらすごいラッキーなんですよ。で、550円だったんで、買ってみて、限定カードが入ってるかやってみたってやろうと思ったんですけど、これも買い忘れると。いう形になってます。こっちがね、セガサターンです。セガサターンはちょっとね、ザーッと流して撮っていきます。そこまで超レアなやつはなかったんじゃないかと思います。で、この横なんか、ここはもうランダムでいろんなものが入ってたんですけど、まず 3DO リアルのドラゴンズレアがありました。説明書なしで1650円と、これ説明書あったらね、買ってもよかったんですけど、ドラゴンズレアはもうファミコン版ものすごい高いので、はい。ソフトがあります。あ、で、これ。MSX のグーニーズ。箱節付き7700円で売られてました。で、その隣、コナミのサッカー。これが3850円で売られてます。だからこの辺はもうね、こうやって箱節付きであるって、ものすごい珍しいことなので、うん、すごいなって思いました。
あとなんかやけに綺麗なゲームボーイウォーズがなぜか1本だけここにね入ってました。であとセガファンタジーゾーンか、ファンタジーゾーンも売られてました。ちょっとねやっぱり箱が金の部分くすんでましたけど状態はいいと思います。あとメガドライブのソフトが何本かありました。ファンタシースター、あとさっきバーミリオンかな、この2本がちょっと貴重かなと思います。あとはまあスポーツ系のソフトが並んでました。メガドライブは全体的にでも安めな金額設定になってました。でこっからがショーケースのソフトになります。いろいろねショーケースあったんです。1本これ見て24万2000円、グラディウスのアルキメンデス編がありました。これあの当時、あこれ見てね、左上にシールが貼ってあるでしょ、これがアルキメンデスのグラディウスの証明になるんですけど、だいたいねこのシール剥がれちゃったりとか、あと当時もらった時に剥がしちゃう子なんかも多くて、こうやってね綺麗な状態でシール貼られてるものってほぼほぼないんですよ。でね確か4000人だったかなしか当たらないソフトで、で4000人の中でしかもその状態のいいものってなると本当数本とか数十本しかないと思うので、これをねお目にかかれるのはすごく嬉しいなと思います。欲しいけど、ね、さすが金額的に全然買えないっていう、はい、そんなソフトがありました。まあ、画像だいぶ流れちゃいましたけど、あとなんだろうな、あポケモンのハートゴールドとソウルシルバーが38,500円で売られてました。結構値段上がってきたなと思って、完品で超備品だったかなっていう状態で売られてました。でこっからその裏にあった本体コーナーです。まあ、プレステ4、スイッチ、あとファミコン、スーファミ、ニンテンドン64の、まあ、箱接付きで状態のいいものがかなりたくさん売られてました。でそんな中でもでこのバーチャルボーイが44,000円であって、でさらにねいいなと思ったのがその後ろにあるこれメガドライブ2のすごく綺麗なもの、まあ、箱がすごく綺麗なだけで中は分かんないですけど、これがね55,000円で売られてました。これもねすごい本体だなと思います。でそれを超えてくる本体がショーケースに入ってて、これ 64DD が605,000円で売られてました。ソフト5本付きかな6本付きかなっていう、これあの任天堂64に接続する本体で、64本体があの販売がそこまで伸びなかったのと、あと DD 自体が販売延期を何回か繰り返しちゃって、結局ね出荷したのが10万台だったかな、でいろんな人の手元に行ったのが15,000台しかないとかって言われているあの幻の本体なんですよ。本当はねこれでなんかいろいろ書き換えするゲームとかディスクシステムみたいな感じでね、あのそういうゲームをどんどん作っていく予定だったんですけど、結局そんな形で終わってしまった幻のハードというものになります。あでこの辺はねあのプレステとかプレステ2、あとプレステ3のソフトがあのある程度売られていたので流して取っているっていうね、そんな状態です。プレステ2ぐらいまでかな、プレステ3とかになるともう僕にとっては新しすぎてね、わけがわからないっていうのはあるんですけど、はい、まあこれぐらいの本数売られてました。あとこれね、あのケース、あの上にスーパーファミコン本体乗っけて、で下にカセットがいっぱい入るっていう、昔よく使ってる子なんか多かったと思うんですけど、そのケースも売られてました。じゃあこっからはみんな大好き、ジャンクコーナー行きたいと思います。ジャンクもねすごかったんですよこちらのお店。まずゲームギアのジャンクが何台か売られてました。あと 3DS、 あとメガ CD のジャンクなんかも売られてました。でこれゲームじゃないんですけど、ギター、ウンジャマラミーのギターがなぜか売られていたので、これねちょっとしばらく見てました。僕ギター弾くのでこのいいなと思ったんですよ。あのゲームキャラだし可愛いなと思って、ちょっとねあの値段的に買えなかったですけど、はい、あでこれここすごい本体がいっぱいあったんですよ。まずこれアルカディアの箱接付きかな11,000円で売られてました。で7,700円でカセットビジョンジュニア、これも箱接付きで、その後ろがカセットビジョン9,900円で箱付き、まあ箱接付きかな。
という、だからこの辺の本ってめったに見ないものなので、それがね、こうやって連続して置いてあると。で、これ、エポク社のテレビ野球ゲーム。見たことないんですけど、こんな本体までありました。でね、ソフト系はちょっと少なかったです。ファミコンがこの2箱で終わり、ほぼほぼ野球ゲームという形になってました。で、スーパーファミコンはこれだけ。箱節付きはパワーリーグ3だけでした。ということで、以上、ジャンクコーナーでした。ということで、本日はハードオフ16号柏湘南店さんにお邪魔してきました。本当なんかレアな本体が山ほどあって、見ていてかなりテンションの上がるお店でした。じゃあまた次回いろんなハードオフさん巡って動画にしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。今回はありがとうございました。今日は少しだけ疲れる日だったな、明日はいいことがあるといいな。今日のキラキラは今日のうちに消えた、明日のキラキラは明日探そう。なんとなくのんびり、なんとなく楽しい、山チャンネル TV、 また見てね。